旭川の企業が作るアウトドア商品の販売会が先月25日 JR 旭川駅南広場で行われました。これは旭川市地域おこし協力隊の木村萩野さんが企画したイベントです。私自身がキャンプですとか山登りですとかアウトドアで遊ぶことがすごく好きで、アウトドアで使えるものっていうものが旭川市内で作られているってことにすごく感動して、旭川でこんなにたくさんのものが作られてるよっていうことをこうアピールしたいなと思いまして、ステンレス加工会社が製作したバーベキューコンロや老舗の染め工場が作る風よけの人幕などが販売されました。地域おこし協力隊の木村さんは今後のイベント継続に意欲を見せていました。一泊二日のテントをこう張って楽しめるようなイベントに育てていきたいなという思いがあるのと、人が集まっていろんなことをこう企画できるようなフィールドを作りたいっていうのが目標と一つとしてはあります。今月で開園55周年を迎える旭山動物園では7月1日から2日間記念イベントが行われました。この日はホッキョクグマの子どもの命名式が行われ、1547通の応募の中から東川町に住む日東エミリさんが考えた夢に決まりました。命名者の日東さんは40年ぶりに繁殖に成功したみんなの夢からこの名前を思いついたそうです。やっぱり日本最北の動物園なので、今からちょっと気早いですけども、きっと雪の中で走り回ったり、寒さと雪があってっていうそういうシーンの中でね、元気に、すくすくと育ってきてほしいなと思いますね。このほか坂東園長や飼育スタッフが旭山動物園で働き出した頃の写真を持ち寄って当時の思い出を紹介するトークイベントも行われ、訪れた人は楽しい時間を過ごしていました。旭川市からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響などにより市税や国民健康保険料の納付が困難な方は納付の猶予が受けられる場合があります。詳細は納税推進課までお問い合わせください。